ごちそうさまです。いやー、美味しかったです。あ、美味しかったかい。よかったよかった。あ、まだ唐揚げとかあるけど食べるかい。あ、もう大丈夫です。ありがとうございます。もういいの。はい、もうお腹いっぱいです。そうかいそうかい。はい、なんでお会計でお願いします。お会計ね。お会計これ。はい、ありがとうございます。12万5000円。はい、お会計125,000円ね。125,000円。うん、125,000円ね。何言ってるんですか。カレーの煮付けですよ、僕頼んだ定食の。はっ、これ125,000円。え、あ、冗談。あ、ちょっとおばあちゃん、冗談やめてよ。あ、冗談じゃない冗談じゃない。冗談じゃないの、冗談じゃないの。うん、ごちゃごちゃ文句言わずに食べた分はもうきっちり125,000円払ってもらわないと困るんよ。あ、ぼったくり。あ、ぼったくりやったん、おばあちゃん。あ、珍しいな、この下町のおばあちゃんの食堂の定食屋みたいなとこでこれぼったくり。あ、あ、じゃなくて、老夫婦でやってるタイプの定食屋でぼったくってんの、これ。ぼったくり？別に普通の値段だろ。どうしたん、おばあちゃん、どうしたん。何してんの、これ。早く払いなさいって言ってんの。このタイプのぼったくり大丈夫これ。ちょっと、もっとぼったくり感出してくれんと困るけど。ぼったくりじゃないよ。ぼったくりやん。カレーの煮付け定食12万円。12万5千円。いや、そんなせえへんやん、カレーの煮付けは。いや、いろいろ出しただろ。マグロの刺身とか漬物とか。いや、それは、どうぞって、おばあちゃんが言ってくれたからやん。サービスで出した分じゃないの。違うよ、それもお金取ってるよ。それお金取んなよ。あ、どうぞどうぞ食べなさいっていう感じで出したあれ取んなよ。ただやと思うやん、こっち。マグロのお刺身が2万5千円。高いって。焼きそばが4万円。高いって。漬物2万の、冷ややこ5万の。いや、高いって。サービスの品高いって。どうなってんの、この店。払えないっていうのかい？払えへんよ。それ払えへんよ、こんな。じゃあ、ボディーガードに来てもらわないとね。いや、ボディーガードとか雇ってる。ずるいって、おばあちゃん。悪魔ババアやん。ババアの皮をかぶった悪魔やん。ちょっと来てちょうだい。はい。おじいちゃんやん。よれよれのおじいちゃんやん。ボディーガードなるん、あれ。こいつが払えないって言うから閉めてやって。閉めれるん？おじいちゃん閉めれるん、僕のこと。はい。閉めるよ。閉めれる？大丈夫、今にも倒れそうやけど。大丈夫？あんたにあのおじいちゃんを倒せるかい？いや、倒せるよ。勝てるよ、あれはさすがに。老人をはっ倒すことができるかい？あ、いや、それはちょっと厳しいかも。老体に鞭打てるかい？いや、それは打てないかも。それ他人が打つやつちゃうし、自分が打つやつやし。おじいちゃんと戦えないんだったら、払ってもらうしかないね。あ、嫌です。警察に行きます。警察はやめておくれ。ありがとうございました。ラッパ鳴らしてこんにちは。おもちゃは買える。チャレンジ録者箱。